界のアート心を揺るがす型破りな未来のピカソを探せ、たけしの誰でもピカソ勝ち抜きアートバトル。今日が始まりました、このコーナー、はい、勝ち抜きアートバトルです、見事10周勝ち抜きますとニューヨークで個展が開けるという、はい、さてそれではですね、その審査をしていただく4名の審査員の先生方です、よろしくお願いします。はい、そしてこちらにディフェンディングチャンピオン、一緒に勝ち抜きました福島兄弟が、ちょっと今日はかっこいい感じですね。あの偽の狩人って感じがしないですか。偽狩人チャンピオンに挑戦するバトラー、今週はどんなバトラーが登場するでしょうか、はい、まず最初のバトラーはこちらです。はい、これは作りそうですね。お名前は、野口リリと申します。野口リリさん、やりそうな、どんなものを作るんですか。ちょっと、出身は東京ですか。いや、マレーシアです。え、マレーシア、マレーシア、ほら、マレーシア、マレーシアということは、だろう。いつ日本来たんですか。4年前。4年前、はい、どうしてまた。何でそんなこと言う。聞いとかないと。どうしてまた。一応デザイン目指して。ああ、そうか。東京品川からエントリー、会社勤めの OL 野口リリさん24歳。リリさんの唯一の趣味は仕事が休みの日に思いっきり絵を描くこと。ちょっとエスニックな作風。それもそのはず、彼女生まれも育ちもマレーシア。貿易商を営む日本人の父とマレーシア人の母の間に生まれたリリさん。幼い頃から完全にマレーシア人として育ちましたが、二十歳の頃単身来日。日本語学校で1年間猛勉強した後、現在プロのアーティストを目指しています。頑張り屋のリリさん、今では日本語はほぼ完璧、ひらがなカタカナはもちろん漢字だってお手の物。現在印刷会社に勤務、雑誌のレイアウトの仕事をしている彼女、モットーはネバーギブアップ、夢はいつか叶う。今回の挑戦にアーティストデビューをかけています。もしニューヨーク行けたら、今まで描いた作品、もっと素晴らしい作品を全部英語の人に見せたいなと思ってます。ちょっといきなり、はい、いきなり頭の強敵が来ましたですね。期待できるんじゃないですか、京都芸術短大ですね。京都、はい、すごいですよ、1年間で日本語勉強して漢字も書けるってのも、母ちゃん教えてくれなかったんですか、日本語とか。いや、全然です。全然ですか、はい、冷たい母ちゃんですね。そうです、いいじゃないですか。それでは作品の方を見てみましょう、はい、エントリーナンバー1、野口リリさんの作品、タイトルは自由です。綺麗ね。これは自由というタイトルがついてるんですけど、はい、作品の狙いは、自分自身は自由と自然が好きで、これ人間の顔なんですけど、それが自分に通して、はい、自由に楽しく悩んで、うん、で向こうも、一応海とか自然なもの好きで、はい、自分になり、貝になって、うん、タコになったり。貝でタコに、はい、タコや、はい、そうです。カオルクさんが好きな感じがしますか、うん、どうですか。あ、結構色の使い方とか好きです。好き、色の使い方が、うん、綺麗だね。マレーシアっぽいところ残しながら、最近あのサイケデリックがまたブームじゃないですか。そういうカラーも取り入れて、うん、なんかいいですよ。小学校の時の美術の先生に似てるから、なんかあんま強いこと言えないですよ。急に弱気になっちゃう。なかなか綺麗な色でね、はい、あのポスターカラー、はい、ポスターカラーで綺麗だね、うん、ありがとうございます。なんかちょっと評価が高いですね。楽しみだね。楽しみですね。まあまあ、一人だけ美術の先生に似てるとかわけだから。まあそれ以外はね。何の意味があるね。絵の評判はなかなかいいんじゃないですか。よろしいかと思いますけれども、はい、それではじゃあちょっと点数を見てみましょうか。はい、どうなるでしょう。先生方、点数をお願いします。7。7点、7点、5点、5点ということで合計24点です。高い高い。僕はポスターカラー使うんですけど、はいはい、綺麗だね、やっぱね、うん、なかなか色使いはね、僕も綺麗だなと思いますよ、うん、色使いも凝ってて。ポスターカラーってのはクラシックでしょ、今時。そう、今はね、みんなアクリルカラーとかなんかやるけど、ね、うん、あの粉っぽい、あのポスターカラーってクラシックなんですか。もう今はやクラシックでしょ、あ、そうなんですか。みんなアクリルカラーだった、こういう番組やったら全然そういうの全然知らないんですよ。たけしさん最先端やと思ってやってたんですか。キャンバスが板っていうのは珍
珍しい。板、いや、割とね、最近板に描くのは多いですけど。あ、これ板に描いてるんですか。なかなか板についた絵ですよね。はい、ということで、野口リリさんでした。それでは、2番目のバトラーの方はこちらです。少年。お名前は。お名前は松弘です。松弘くん。お年は15歳です。15歳。はい、もう着てるシャツなんかでもなんか。これ自分で描いたんじゃないですか。これ自分で染めたんですよ。なかなかいいじゃないですか。あ、待ってください。ちょっと踊ってしまいましたね。いけるいける。いかがですか。どういう作品を作られてますか。でも結構思い切ったことしそうな、うん、これ自分でこうやっちゃうぐらいだから、うん、結構飛んでんじゃないかね。ねえ、うん、もう飛んでるということですね。なんだろう、書道だったら怒りますけどね。茨城県水戸市の茨城中学校、ここに天才少年がいるという噂。小松弘志くん15歳、中学3年生。小松くんは2年前相談芸術大学になんと教授として着任。相談芸術大学とは水戸芸術館主催のアートスクールで、あらゆるジャンルの芸術を教えるクリエイティブな場。小松くんはそんな中で数多くの学生の相談に乗り、信望を集めていました。教授陣の中にはあの横尾忠則氏をはじめ一流アーティストが名を連ね、そして小松くんも。お父さんは陶芸家で、お母さんはピアニストというアーティスト一家に育った小松くん。幼い頃から様々な芸術と親しみ、もっこハマっているのがオリジナルの楽器作り。仲間を集めて手作り楽器の同好会、総楽楽器団を主催。あらゆる芸術の集大成がオリジナル楽器と位置づける理論派の小松くん。さあ、15年の人生をかけたアートバトルに期待しましょう。もうこの総楽楽器団は本当に日本でもあんまりやってる人は少ないと思うし、っていうか全然やってないと思うんで、もうこの総楽楽器団の輪を世界中に広めたいと思います。意外でしたね。絵に来るかと思ったら絵じゃないんだ。絵じゃないし、それ2年前教えてた、はい、今はやってない。大人相手にでしょ。うん、まあそうですけど、まあなんか生意気ねなんか気になるぞ。出てくるんでしょうね。それではですね、作品を見てみましょう、はい。天才少年小松くんのアート作品、いよいよ登場。果たして大人は少年の心を憎んで現れ、あらゆる芸術の集大成と豪語する自信作で勝負。でもちょっと楽しみだね、はい、何が出てくるんでしょうね。それではですね、はい、作品を見てみましょう、はい。エントリーナンバー2、小松弘志くんの作品、タイトルは僕は叫びたいです。これはオリジナルで全部自分で作ったんですか。そうです。この作品の狙いは、人と違うことをやりたいってことですかね。人と違うことをやりたいということですかね。ありがとう、先生ありがとうございます。それではじゃあこれで演奏をしていただくんですよ。よろしいですか。やっぱ音が出て初めて楽器ですから。なんかすげえリズムだったな。パーカッションうまいですね。しかし、うん、パーカッションは得意なんで、はい、あ、そうですね、元から得意なんですか。すみません。僕ら中学3年の時まだ鬼ごっこやってましたから。これは取れちゃいます、ね、作戦でガチャってこの音を入れたんじゃないんですか。違います違います。創作音楽ですから、今田さんもなんかこう音を出したりとかできるんじゃないですか。あ、できますよ。もう覚えましたよ今ので、はい、僕もパーカッション貸してもらいます。始まってるんですか。編集です。始まってるわけないじゃないですか。そうか今のでどうやって乗るんですか。みんなが、オッケーオッケー、分かった。
めんなよ。これはなめんなよ。イメージです、イメージだから。そうや、イメージやから。いいですよそれで。練習したら俺だってできるっちゅうね。誰でもできるんですよこれ。え、なんでお前になんでお前に勇気づけられなあかんねん。先生、先生方の意見を聞いてみたいと思います。あれだよ、あのそういうノイズ楽器っていうのはね、うん、どんなもんでも引っ張ったけば出るわけだよな。で、あのいいノイズっていうのはさ、いいノイズってことはないけども、いいノイズはいい形してればいいノイズ出る。俺の芸術なんかみんな引っ張ったけばいい音出るんだよな。そうだね。で、それもさ、うん、あのなかなかいいと思うんだよ俺は、うん、で、あの、もっとね共鳴させる部分がもうちょっとあると面白いかなと思ったね、はい、音にもうちょっとあのこう幅が出てくるんじゃないかな。はい、ね、目指そうとしてること僕はすごく面白いと思うんですよ、うん、でアーティストって今一人で必ずやるってことじゃないから、あ本当にグループで出てきてもいいんじゃないかなっていうふうに思いますよね。だからそういうふうにやった方がきっと目指そうとしてることがはっきりすると思う、はい、それとやっぱり今オブジェとして見たらやっぱり残念ながらちょっとまだまだ雑だなっていう感じはするのね。だからオリジナルな楽器ってよりもオリジナルな楽器って感じで、それの方が僕は面白かったと思う。ちょっとうまいこと言おうかな。ちょっとね、うまかったですね。いつものあのダジャレらしくなかったな。じゃあ、はい、よろしいでしょうか、審査員の先生方、うん、点数をお願いします。5点5点6点6点ということで合計22点です。おー、いや、なかなか俺はなかなか好きだよ、こういうの。あー、うん、なるほど。なんかもう少し見てみたいっていう感じはします、うん、もうちょっと。それだったらこれで片付けていただいて、次でもっとでかいの。そうはいかねえんだよ。小松宏くんでした。はい、ありがとうございました。いよいよ2週勝ち抜きチャンピオン福島兄弟の登場です。はい、どうぞ。シャランキューのバックかと思いましたけど。今回3週連続勝ち抜きを狙うディフェンディングチャンピオン、会社勤めのサラリーマンブラザーズ福島兄弟。ちょっとその受け狙いのパフォーマンスが気になりますが、1週2週と作品はド迫力の力作が続いています。こちら2週目をクリアした作品、タイトルは傷ついたものはあまりにも大きい。劇画チックな表現に審査員の評価は完全に二分。僅差で2週目を勝ち抜き、3週目の今回改めてその実力が問われるところです。また今回勝ち抜くとまた大変なことになりますよ、そうなんですよね。入院してると思いますね。作品大きいですね。大きいからね、じゃあ今日の作品も見てみますか。何でしょう、はい、先週のことあるからね。福島兄弟の作品です、うん、ディフェンディングチャンピオン福島兄弟の作品、タイトルは道です。これはですね、ちょっとね、暗くして、照明を暗くしてご覧いただきたいと思います。こちらです。今回のこの作品の狙いは、初回に出した3人、はい、あの3人に多大な影響を与えた人っていうか、うん、彼らに道を作りやすくしてあげた人っていうイメージなんですよね。ちゃんとストーリーがあるんですね。ちゃんとあの作品の出し方もちゃんと考えてますね。一応あのシリーズが、はい、まあ、この1枚で完結するみたいな感じなんですね。これ上の方に飾ってあるのはやっぱり何か意味があるんですか。そうですね、この位置が一番似合うんです。似合う、うーん。無敵を誇るアートを福島兄弟、果たして3週勝ち抜きなるか。審査発表はこの後すぐ。チャンピオンになれるのか、力作道の評価は、注目の審査発表。うーん、よろしいな。上を見て、さあ先生方にちょっと聞いてみましょう。じゃあカルコさん、いかがですか。私はこういうのちょっとよくわかんない。審査員爆弾発言です。よくわかんない。審査員どうですか、よくわかんない。一番最初の作品って3枚組でちゃんとあのろうそくがあったりっていうんで、ある種のこう絵だけじゃなくて空間を作っていくっていう、そういうところまでの作品になってたけど、今回はどちらかというと肖像画的なもので終わってしまってるっていうところには、何か物足りなさを感じるっていう。まあ、とりあえず迫力はあるよね。その迫力あるってのはなかなか絵で出すってのは難しいんですよ。すごいから。この絵はすごいでしょ、これ。僕好きですけど。さあ、このですね、2週勝ち抜きチャンピオン、うん、福島兄弟の点数を見る前に、はい、バトラーの皆さん、どうぞどうぞ。今のところ野口リリーさんの24点、24点を越せるかどうかですね。越せるかどうかですね、うん、これはどういう結果になるでしょうか。審査員の先生方、うん、点数お願いします。まだおかしい、ちゃんと頑張れ。7点6点4点6点合計23点です。あら、あ、24点。
ということは、はあ、新チャンピオン野口リリさんです。ああチャンピオンが誕生。新チャンピオンが登場しました。あらリリさんが勝ち抜きました。これはですね、1点差ですよ。一番の問題はですね、榎本さんの4点。榎本さん4点はちょっと厳しかったですね。いやあのね、チャンピオンってやっぱりハンディを持ってると思うんですよね、はい、うん、だからだんだんつながっていくとやっぱり点数が辛くなるのはしょうがないかなっていうことだと思うんですけどね。俺なんか6点っていうのは結構奮発した方だけどね。そうですか。そう、新チャンピオン野口さん、はい、新チャンピオン、ね、来週から自分の作品またチャンピオン持ってくるんですけど。そうですね、大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫です。まだ作品はたくさんあるんですか。はい、あんちゃんもリターンマッチ待ってますから、うん、はい、ね、今回はまあ子供なんでまだ先があるんで。じゃあ来週はですね、はい、どんなバトラーがチャンピオンに挑戦状を叩きつけるのでしょうか。来週お楽しみに。今週はこれでお別れです。さようなら。勝ち抜きアートバトル参加者大募集。ジャンルは運に出会うため。今週からちょっと変わったんですよね。結局今まではね、あの10週、はい、勝ち抜くとニューヨークで個展ができるっていうことをやろうとしたんですけど、うん、前にチャンピオン、ね、あの負けてしまいました、はい、福島兄弟が2作作っただけで死にかけたという噂を聞いて、これはもう大変感もないしね、大変だって、はい、もうしょうがないから5週にしようと。おお、うん、5週、5週勝ち抜けばニューヨーク。5週、これはなんか望みが出てきますよね。本当に簡単に変えてしまいましたね。なんとかいかそうと思いますから、はい、もう5週、5週、うん、5週 ね、 いいですね。今1週勝ち抜いてるんでしたっけ誰か。そうです、うん、そのディ、ね、フェンディングチャンピオン野口、うん、ああ、いたんですか。1週勝ち抜いて1週勝ち抜いたってことはないじゃないですか。チャンピオンですから頑張ってください。はい、じゃあ審査員の先生方もよろしくお願いします。お願いします。それでは、うん、まず最初のバトラーです。こちらです。知ってますか。あれワハハ本舗の方。違う。一瞬ね、僕もちょっとだけ思ったんですけど、ね、すぐ思いました。劇団の関係じゃない。はい、前は、木魚キリン。大阪府貝塚市、創業70年老舗のお茶屋さん。この店の3代目にして看板娘がこの方ではなく、こちらアートバトラー木魚キリンさん26歳。その木魚さんのアートはスキンヘッドアート。ちょっとお茶屋さんには場違いな感じだが、今大阪のごくごく一部では話題のアート。キリンさんは短大でデザインと造形美術を専攻。究極の人物画を追い求めて試行錯誤で結局たどり着いたのがスキンヘッドアート。イメージ上のモデルは全て女性。そのうつろで上目遣いの瞳は今を生きる若い女性を象徴しているという。アトリエ周りの部屋には至る所にスキンヘッドアートが。ご両親は頼むからハゲの絵だけはやめてくれと娘を叱る毎日が、しかし娘は聞く耳を持たず。そんな木魚キリンさんが将来絵を職業にしたいという夢を持ってアートバトルに挑む。スパイダーマンかと思いましたね。ライブダーマンじゃない。もうクマさんが喜んでますけど、うん、あ、そうですよね。あ、もう目が本物見てるからな。本物見てないですからね、うん、それでは、はい、作品を見てみましょう。エントリーナンバー1番まあ、すごくありますね。なんかどう言っていいか分かりませんが、一つあのこれイラストレーションだから、あのやっぱり時代性で鼻にピアスしてるとか今の時代っていうのがどっかにないと単なる裸の絵じゃないって。ハゲの鼻にピアスしてる人は田舎の人だよね。そうじゃん。こういうピアス牛しかいないとこれは違う。でもさっきあの陽子さんと言ってたんだけど、はい、なんかいつの時代にもやっぱこういうイメージはある絵っていう感じしますけど、そうそう、そういえばその榎本さんが言うようにちょっと時代性も加味した方がいいのかもしれないですね、うん、ただあの
文字は面白いです、すごくカリグラフィーはね、うん、だから そういう面白いものがあるんだから、そういうのをうんと自分で強調していくとか、何、うん、か自分の絵だっていうのをどっかで作っていかないと、うん、やっぱり単に逆さまの絵描いてるっていうのに、うん、やっぱりね、あの手がね、うん、あれ、まあ、下手なりに下手なんだよね、やっぱだからあのほら、うん、ずっとこうリアルに描いてないんだけどね、だからそれビデオ見てる時は結構面白いかなと思ったけど、本物見たら大したことねえやな。なんかこうちょっと反応ありますか？携帯的に簡略化してるつもりなんですけど、これ簡略が下手なのよ。そうだね。何か言わない方がいいじゃん。毎回言わない。それではじゃあ点数をいきますか。じゃあ点数をお願いします。点数入れないんです。6点、5点、2点、4点ということで、あ、合計17点です。ちょっと低いしかね。ちょっと榎本さんがちょっと2点をあれも今日厳しいかわかんないね、厳しいかもわかんないね、はい、ドキドキしながら待ってほしいと思います。木魚キリンさんでした、はい、ありがとうございました。まだ1人目ですから、ね、はい、はい、それでは続いてのバトラーはこの方です、はい、お名前とご職業。宮島浩一。もうなんかテレビ東京の素人のど自慢みたいな。優しそうな、なんか厳しいこと言われそうな顔ですね。でももう誘ってる感じがします、はい、ちょっとドキドキしましたよね。いろんなこと言われそうですからね。なんか宮島さんすでにもう僕をいじめてくださいっていう。東京練馬からアートバトラー参上。宮島浩一さん41歳、何やら廃材を拾っているようですが、果たしてこの廃材がアートといかにしてつながるのか。宮島さんのテーマは動くオブジェ。街で拾い集めてきたゴミを組み合わせて作品に仕立て上げる。とても拾い集めてきたものだけで作った作品とは思えません。これはもうメルヘンの世界。案の定賞だって取っています。さてそんな宮島さんの正体はというと、業界では名の知れたベテランイラストレーター。時間をかけ丁寧に描き込む作風が持ち味。おかげであらゆるジャンルの仕事が殺到。こちら人気漫画雑誌の表紙、そしてこれも彼の作品。宮島さんの夢はアーティストとして成功すること。本業の傍ら勤しむ動くオブジェ作りはそんな未来の夢への布石。果たして今回のアートバトルで自分自身の未来を切り開くことができるのか。2年がかりの対策でチャレンジします。すごいじゃないですか。これはすごい。いいですね、はい、これはちょっとすごいのが出てきそうですね。今楽しみでしょう。って動くんだね。さあそれではですね、作品を見てみましょう、はい、こちらです。エントリーナンバー2番、宮島浩一さんの作品、タイトルは阿弥陀如来です。大変だ。これは来ました。これごっつ好きや、こんなん。これ廃品なの？え、ほとんど。いらっしゃるんですか？みがいたり。いや、すごいな。これちょっと動くんだろ、これ。これ、あの、ここに実はカメラがついてたりとかしてね。うん、あ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 、絶対散々映ってるじゃないですか、もう。いいでしょ、今さら。いやいや、ちょっと。これ、なんか動くんですか？はい、はい、そうなんです。これで完成ではないんですよ、皆さん。では、作品を完成させていただきましょう。照明が明けた。ああ、中になんか、ああ、力仕事。中、人形入ってるわ。そう、ちっちゃいのがね、ちっちゃい子供がいるんです。あら。ほら。阿弥陀の印を結んでるんです。阿弥陀の形をしてる。素顔もできちゃう。ほんまや。すごいですね。これはよく考えりゃ、あの、諦めなさい。だけどこれは御朱はこれダメだろう。2年がかりですから。2年がかり。これはすごかった。面白かったですね。
廃品で作ってらっしゃるということで、でもイラストレーターという職業ありながら、はい、あのこういうロボットとかを作るのはもともと立体は好きなんですよ。で一応これはあのコンピューター全部使ってないんですね。コンピューターで、これからくりのオルゴールの原理でこれを回してます。回すとこの中でこう回って、ここにオルゴールの あれが入ってる、はいはいはい、ですからからくり人形なんですね。からくり人形、ね、人形、正確に言うとロボットではない。逆にしても大丈夫。1、2、3、4ダブルコミックさん左の子でしょ。あ、見てる見てる、睨まれてる、睨まれてる。これはさあ、方いかがですか。これはもうちょっと、これはいいでしょう。いや、これはちょっと追い込めないか。いいね、面白い。中のあのお腹の中あるじゃない、はい、ああいうあの凝ってるこう、うん、映画でもさ、お腹の中から何か出てきて最後まだ出てきてってあるじゃない、うん、からまだまだ何かがあるって仕掛けがどんどん出てくると面白いですね。サービス精神仕掛けが、うん、ただね、問題なのは あそこの、うん、あそこから見ているモニターが単に横にあるモニターで見えてるっていうだけでは取り柄がなくて、彼が見てるものが違うものでこう変換されるとか何かになっていかないと、単にあれがキャメラでしかないっていうことで、これをカメラから見ていろんなお客さんを映すとみんな骸骨になってたり、そうそう、そういうことです。あとね、コップいっぱい置いてロボコップとかね、なんかそういう、いろんなこと盛り上がった、はい、盛り上がりましたけども、はい、でも言いながらもなんか今までとはちょっと違う、そうなんですよ。じゃあちょっと点数を見てみましょう。ほら、高い、あーおー、でもこれだけやっちゃえばしょうがないでしょうね。これだけもうじっくりやれたら2年がかり、10点だったの最初ですよ。そうですね、初めてですよ。やっぱりコンピューターでやってないでこうマニュアルで動いてるっていう面白さですよね、今はね。これでもあるんですか、まだあの作品は。小物がね、小物がね、嫌な一言を聞いてしまいましたね。33点ですからね。最高でしょ。ちょっとこれはね、ディフェンディングチャンピオン、ちょっとドキドキしてると思いますけども、どうぞ、野口リリさん、こちらへ。チャンピオン。どう的に現れましたか、チャンピオン、どうですか。え、いいと思います。いいと思います。いいと思いますか。まだまだ私には及ばない。ああ、ふーんって。なんでちょっとね、野口さんの前回の VTR をご覧ください。前回2週連続勝ち抜きの福島兄弟を破って見事チャンプの座を射止めた野口リリーさん、マレーシア出身の24歳、プロ志望のリリーさんが勝利を勝ち取ったのがこちらの作品。5枚連作の作品はその自由で鮮やかで大胆な色使いが審査員の目を釘付けにした。日本のアーティストには真似のできない芸術的センス。合計得点が10点台も珍しくない審査員の先生方がつけた得点は24点。今回さらなる飛躍が期待される。マレーシアから単身来日、プロのアーティストを目指す野口リリさん、今週は一体どんな作品で王座を死守するのか。これはね、どうですか今の心境は。いや、わからないです。わかんないですけど、今週は得点が高いのかなと思っても、うん、17点っていうのもありますからね、ちょっと読めない。2点から7点ではよくわからないですけど、やっぱりね、ちょっと動きが読めませんけど、ね、でもまあ今日も新しい作品ですから、はい、ね、ちょっと作品を見てみましょう、はい、2週勝ち抜きチャンピオンの作品、タイトルは海の仲間の世界です。今回のはちょっと線が細かくていうか色使いがなんか全然、絵の具が変わったのか、違う、いや同じです、ポスターカラーで、はい、ポスターカラーで綺麗に、前の作品よりもこまめな感じがしますね、うんうん、この海の仲間の世界という、うん、あのテーマは一応もっと自分は、海の世界の中でもっと入りたいというか挑戦したいなと思って、うん、なかなか面白いです。山本さんは初めてご覧になると、うんうん、面白いと綺麗だし、ね、うん、次はどういうのを持ってらっしゃるのかなと思ってたけど、はい、なんかね、先週よりまた面白い作品が出てきて、うん、もしかしたら色彩的な判断力がちょっとどういうことですか。いや、人が選ばない色を選んでるっていうことが一つあって、その例えばそのグレーが常に入ってるなんていうのは、うん、普通色の選び方ってこう一つの常識があるじゃないですか、うん、それとちょっと違う、ある種そういう得意な
能力のある人ってあるんですよ。だからそれが、うん、あのまだなんていうかな、単純に出てるだけか、それとも戦略になってるかってとこですね。うん、あ、裏回しちゃうね、はいはい、すごいことになってきました。でもあの話聞く分にはちょっとわからないですね。わからない、かなり高い点になるかも。ただ榎本さんの得点がキーだね、これは。そうですね。はい、なんでだい、キリンさんも来てください。キリンさん、まだまだわかりません。まだ、いや、わかってます。これは残念ながら、残念ながら。それでは、はい、点数を見てみましょう。お願いします。マレーシアから芸術家を目指して来日、強敵を前にチャンピオンを死守できるのか、見てみましょう。お願いします。あら、どうだ、9点、8点、8点、7点ということで、合計、え、ちょっと待ってください。32点。あと1点。